本日は第552回を質問内容。弊社は業務用液晶保護フィルムを販売しており、以前中国へ依頼していた材料を国内調達に切り替える引き合いを受注しました。 Wi-Fi ルーター用の画面保護なのでアフターマーケット向けですが、先生はコロナの影響で製造業が日本に回帰してくる見立てをお話しされておりましたが、具体的に自動車その他産業分野で戻ってきた事例などありますでしょうか。基本的にですよ、製造業って、どういう発展を遂げたかっていうことなんですけど、いいものを安く大量に製造したいって考えたら、世界中で一番ここが一番いいってのは探し回りに行ったわけです。一つの商品作るときにわーっとこうネットワークがあって、物流もものすごく世界中で整備されてたから、はい、だから何に関してはどこどこっていう風に網の目のような物流をもうベースにして、ものすごいレベルで資本主義社会って進んでたんです。そんな感じするもん、製造業って考えると、誰かが何か新しいものを作るときには、新しいものはマーケット的にも価値が高いので商品が高く売れるわけです。高く売れている商品が次にライバルが出てくると競争が生まれてきて、4つ目の会社5つ目の会社がなってくるとどこでも売ってくるってことになるんで、残念ながら新商品であるという期間が終わってくるわけです。今度ライバルが出てくるとどうなるかって言ったら、同じ性能であれば安いものがいいとかってなってくる、まあ、だから昔だったら製造で新商品1年か2年かは粘ってたよね。ところがライバルがバーって出てきて、顧客が選ぶようになってくると、はい、できれば一番安い方がいいよねってなるわけじゃん。それでカメラでも何でもカメラ部品で特殊なものと汎用するものってあるじゃん、原料みたいなことになると汎用品になってくるんで、実は5社のカメラの原料はみんなここでやってますみたいなことになってくると、まとめてその原料を扱ってくれた方が安くなるよね。そうって考えると、世界中でどこの原料に関してはあそこの会社だけみたいな、ファミレスとかコンビニとかあるじゃん、はい、あそこのお米ってほぼ一緒なんですよ、はい、全部で、日本中のファミレスコンビニのお米に関して大量に買ってくれた方が安くね。お米一緒だったんだって今すごい ブレンドだけ書いてる、ローソン用これとか、うちはこのブレンドこの配合で、そうして考えたら資本主義社会的に言うと、はい、世界で一番安いところに物が集中するっていうことなんです、うん、せっかくだからビヤーっと話を広げると、世界で一番物を安く作れる国がちょっと前まで中国だったんです。人件費がもうほんと安かったから、でもかんでも中国でやってたわけで、それが人件費がだんだん高くなって、じゃあ次はどこにって言って、製造業も移りながらも大体これに関してはあそこが安いみたいな感じでネットワークが作られてたって思ってください。そこにコロナが来たから、だから資本主義社会って基本的には選択と集中で一番安いところに集まっちゃうんだけど、そこに感染症みたいなのが来た瞬間にロックして止まってしまうので、これはまずいっていう、はい、ことです。前回もそんな話してたんですけど、5年間最高効率で収益上げたんだけど、ロックしちゃったら5年間分なくなっちゃったみたいなことを考えると、これ分散になるんですよね、はい、そうなった時に何パーセントかは日本に戻ってくる、もしくはいやこんなんだったら日本で作ってもいいんじゃないっていう風な動きは並列的に起きるでしょうっていうことなんです、ね、で実際問題、製造業でもかなり難しい分野っていうのを外に持っていかなきゃいけないっていうので、日本人がそんな金額じゃ働いてくんないよみたいなところがあったんだけど、そういう難しいところから戻ってきてる感じがします。難しいところから戻ってきてる。そうそう。で、まあ、例えば僕の顧問先で、鋳物の鋳造みたいな、それもものすごく質の高いステンレスとか、どれくらいで溶解すると思います？普通に鋳物を流し込んで型作るとかじゃなくて、はいはい、特殊金属とかになってくると700度とか1000度とかになる、はい、この1000度で水素爆発すると、うん、まあ、大変なことになるよ。その辺吹っ飛ぶくらい、だから一斉に外出したんです。ところがやっぱりそういうものは難しいんで、日本に戻ってくる動きがすぐ来たねっていうように、まあ、外でも作るけど中でも作るっていう風に、要するに一箇所、そこでコロナみたいな感染症がドーンってあるとか、デモがあるとか、地震が来たみたいな感じで止まってしまったら効率が止まっちゃうんで、ね、分散型っていう感じになるんで、少なくとも全部じゃないけど3分の1ぐらいは日本の中にあった方が安全っていうような思考になるんじゃないかと思うけど、他になんかありますか？半導体の特殊な部品とか、もともと例えばスパナとか、はい、ああいうものは実はずっと日本の中で作ってたりするんですよ。世界中で真似されてるものが広がってるみたいなとこもあるわけですよね、うん、だからそういう意味ではそういう会社がコロナでびくともしないね、うん、だからそういうのも一般的な流れは外に持ってって、こう効率的に商品作る、はい、それが良かった。ところが何か一回あった瞬間にこんだけスタックして蓄えた収益を吐き出しちゃうんだったら、もうちょっと利益率低くてもセカンドオピニオン、サードオピニオン、何かあった時に日本国内でも作れる体制は重要なんじゃないかなっていうのは今各
業種業界で反省してるんじゃないかと思うんですよ。でその中の動きの一個でここの液晶フィルムを以前中国に依頼したんだけど国内に切り替えるからって言って受注が来た。これアフターマーケットって言うんで、うん、製造っていうよりもお客さん向けに液晶に上に貼るフィルムと思うけど、はい、オタク日本で作ってんのみたいな、うん、発見されるわけです。でそういう動きがたくさんありますかっていう質問なんですけど、そこかしこにあるはずです。この時プラスアルファで言うとね、うん、物が変化する時ってなし崩し的に有利な方向に持っていきやすいんですよ、うん、なんかちょっと聞き捨てならない感じ的に有利な方。例えばその一緒にやってた芋の工場さんなんかは、はい、大企業さんってそこで作るって言ったら、はい、必ず大勢で見に来なきゃいけないんですよ。一大イベントみたいに何人も来て大接待して、はい、工場の中の品質管理とか全部見て、はい、よし分かったお前のとこだったら作っていいぞって話になるんだよ。ところがコロナでしょ、だからよかったズームでどうですかみたいなことを言ってみると意外に通ったりするで、これ面白くて大企業っていうのはうちだけ一社でやれないんですよ。横並びだったら OK になる。でそれが何かの試しに何かの時に切羽詰まった状態でもうこれ受注しなくちゃって思った会社が実はあって、そこでなし崩し的にズームで内見どうすかって言ってみたら、なるほどその方法あるかもしれないってなってで OK になっちゃったんですよ。そしたらそこの他の業種上場会社全部それ OK になってものすごい差額競争があったっていう、まさに勝ち組、うん、だからこのフィルター屋さんも向こうから言われたことを鵜呑みにするんじゃなくて、はい、それに対して何か返していくともっと面白いことが起きるよ、うん、だからお宅何このフィルターだけ欲しいですかって、うん、実はこれもこれもこれもありますけど、うん、何だったらうちの企業グループでこういうのを全部持ってるけどどうですかって言ってみたら何か起きるかもしれないから、だから待ってるだけだと絶対損だね、うん、ぜひ考えていただいて、はい、はい、届けしました。ありがとうございました。ありがとうございました。